はそれがすごく大事で、初めの一歩を踏み出すための勇気はドーンと押してあげない限りはそれはできないっていうのはね、結構多いんですよね。まだまだ実を言うと今回は序の口なんです、あのメールっていうのは、うんうんうん、その後に堀口さん独立してってどんどん悩んでいくわけですよ。そう、あの心理が心が、そうそうそう、不安ですよね。お金は本当にうまくいくのかどうか、そんなの僕知ったこっちゃないんですよ本当に。それ堀口さんが選んだ道でしょって導いたら僕も関係してるけど、でもそれは関係ないよねなるんですよね。だからそれは堀口さん次第なんですよっていうのをいかにマインドセットしていくかっていうのが大事なんですよ。その後の続き結構面白いです。で結構怒られるんですよ僕に。そんなのいいんですか。そうそう、超冷たいんですよ。 2,3 行で終わりますから。と会った時、あ、もしかしてこの子なんか伸びるかもしれないな。だってあの結構素直なんですよね。だから僕言ったことに対してひるまずに返してきてとか、そういうのがあって、まあ独立多分きっとこういう人になるんだろうな、こういう人が堀口さんみたいな人が多分次のリーダーとして育っていくんじゃないかなっていうのを感じはしたんですよ。だったらじゃあこの人を育てるにはどうしたらいいかってなるじゃないですか。ね、そうすると、あ、割と、あ、そうなんだ、堀口さんめっちゃ感性が早くて、で僕のメールってね結構ぶっ飛びなんですよ。右脳派だからね、文章ままならない。でもそれも理解してくんないとって感じなんですよ。でもそれに対して堀口さんついてきてきたんで、ついてきてちゃんと返信返してくるから、じゃあまた出そう、でまたそれについて来るからまた出そうって言ってルーティンになってきて、まあ、だから結構遅くになってきた。だから結構ね、その回でやった方がいいですよね。長い時はすごい長い、でも短い時は 2,3 行で終わって、ガツンという心に響くあの釘刺す言葉ってのがあって、僕の中ではそれをガツンと入れるんです。怖い、金井さんに嫌われたかなと思うようなメールを入れると考えるんですよ。これじゃいけないって嫌われたらおしまいっていう風に思わせてるからです。そうでしょ、金井さん嫌われないよ、あのコントロールする。自分で考えない人ほど空回りするんですよ、簡単に言うと。だから考え方を学ぶっていうか、学び方の学び方を知るっていうか、考え方の考え方をしていくっていうのが非常に大事だと思います。やっぱ好きなことをして仕事にしていかなきゃいけないって思うんですね。それ成功するのが最高幸せだと思うし、だからそれ好きなことを見つけるまですんごい大変なのね。本当に私ってこれが好きだったのかしらって思ったりするから、でも好きなことを始めたっていうか、始めた瞬間に私はもうこれしかなかったっていうぐらいの、もう自分で自己暗示かける。そうするとね、なんかね、情報が集まってくるんだよね、不思議と。でも中学2年生の時に美容師になろうって決まっちゃったから、決まっちゃったですよね、本、うん、本を読んで、もうその一瞬なんだからね、きっかけっていうかトリガーっていうか、そのワードが必要なんです。だから自分のことを知るってのは何かっていうと、自分が例えばこれちょっと難しい話しちゃっていい？まあここにいらっしゃってるたくさんの僕の作品がいるんですけど、多分今日どうしますかなんて
聞かないです聞いた瞬間にもうそれ似合わないになるんですよ人を真似したら2番戦術になってしまってダメなんです。だってトレンドなんかなんもないじゃないですか。勝手に自分がこれって言ったらトレンドになっちゃうから堀口さんからこれトレンドだからね実際と思った瞬間みんな思うでしょ言ってるからだからトレンドっていうのは誰でも作れるんですよ。いつも言い切ってるから新しいものはないんです。占い大好きなんですよ。占いアンチ占いの人手挙げてください。はい、じゃあ出てって占い系好きな人はい、じゃあ教えましょう。すごい毒舌でしょ。めちゃくちゃ毒舌。いつもそうなんです。